ンしたらもう無理なんで、ここであのタックル入れたら入れます。オッケー、オッケー。これどっちのだ、ヘイヘイボーイ、ヘイボーイ、カモン。制作がやめてよ。なーい。勝ったらあっち全視野使えるわ。勝ったら。肉行き、肉行き、肉行き。肉行きじゃん、肉行きじゃん。うおー、超高所のとこ行ったんで、行きますわ。なんか、助けなくていいとか、なんかいっぱい言いよったからね。これの外側ですか？地下あったっけ？あの寸止め加入してるの、してる時の地下はね、特に意味ないです。はい、全然意味ないです。パンタに対してのアドバンテージはね、なしです。はい、ブーン、バチコーン。はい。で、すぐあの避けます。気になれば来る可能性あるんで。予測が当たる当たる。見せてあげたいわみんな。すごい長文で心こもってそうな感じだったわ。赤の境界ですね。やっていきましょう。エンジョイ勢やろうな。エンジョイ勢が俺と同じランク。悲しい。エンジョイ勢が俺と同じランク。悲しい。いや、俺は特にエンジョイしなくて、うん。もうエンジョイ勢もない、エンジョイ勢でもないし、ねえ。その楽しんでやっとる人らと同じランクっていうのはなんか悲しくない？ね、ガチ勢でもないからね。ゴレンハンター、ポポンって来るんじゃん。ポポポポンみたいなさ、ちょっと怖いな。占い師殴られた。あ、これ俺やられるかな。あ、占い師ここに来るんか。発見されそう。赤の境界ってめっちゃ狭いからね。調香師、傭兵、占い師、オフェンスですね。来た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 、やばいやばいやばい。これは救えねえな。これこのままここで解読しようか。ね。わあ、これ見つかるね。大丈夫かな。一応ファースト救助は傭兵に任せましょう。助けに行くって言ったから。任せよ任せよ。多分レッドカーペットらへん。パンサー探しろで、これやべえぞよ。これやべえぞ。どうどうどう、パンダ近くにオッケー。傭兵多い、手を貸してって言うんで行きますか。じゃあ行きましょう。傭兵がハンターに追われてるはずなので行きます。傭兵も来そうですね。これを見てすぐ引き返してくれ。回復してるときにさ、カメラ撮られたらめんどくさいね。どの道全開する必要あるわ。うん。そうなる前に。オッケー、ナイスー。隠れとこうかな。俺の真似した、あいつ。俺の真似した。解読せ。
調光師が頑張ってチェイス中ですね。タッチホンダ。インスパイザネックス。ホンダ。インスパイアザネックス。タッチ頑張れ、タッチ。まあ、マヌガールだね。ワンウェーブ目。次、ツーウェーブ来るよ。全然取らないね。これ、興奮の可能性ありますわ。興奮だね、これ。興奮だ、興奮。調光師って香水使ってないか。使ったよね。うん。袋、手を貸してって打ってないから、まあ、それ袋あげないのは、まあ、それ普通として。でバード君のその、まあ、癖としては救助の傭兵にねめちゃくちゃ上げたがるんだよね。さあどうする。ほら上げた。ほら上げた。うん、上げた。特に傭兵だったらね上げずにいられない、手を貸してとかなくてもね上げてしまうっていう。で受難なかったらその上げるタイミングねめちゃくちゃミスる。受難がないから傭兵がどこにいるかわからんからね。救助行ってるかどうかもわからんから。俺一回さ、俺オフェンスでまあ俺救助行くわけよ。俺、ハントのめっちゃ離れてんのに、俺、バード君の姿見えたんよ、あそこで。覗いてたの、俺のこと。わかるよ。救助行く人を覗くから。俺を覗いてたんよ。俺、しゃがんでんのにさ、俺を覗いてたよ。ね。そういう時は、仲間に受難がなかったわけよ。で、あいつはね、救助行く人にあげるっていう、そういう刷り込み能力があるんだよ。刷り込み、そういうふうに育ってきたから、彼は。俺、しゃがんでんのにさ、すぐあいつの近くにいるのに、もうスプクロ飛ばして俺を見てるわけよ、あいつは。これ救助行かなあかんもん。見てるもんだって俺を。もったいないやん、その時間。ボール使ってダッシュしたね。これ欲張ってもいいんちゃうか？調光師追うんちゃうか？なあ。傭兵もう一回救助行ってくれ。呼んだ方がいいね。そう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 。のび太くん！そう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 。これさあ任せろわ。行っちゃうよ、行っちゃうよ。傭兵行けや、間に合わんって。うわこれ判断ミス、傭兵判断ミス。これ間に合わんって行くんだよ、間に合わんって。うーわ、ボール使わざるをえんやん。分かったみんな、これ大切だよ本当に。シャキン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 。アゴガス、アナドガス、飲めそうし飲めよう。はい、もう今日文句言わないと思ったのに文句言ってもうたわ。あそこでさ、判断できない。ボール使わざるを得ないのが嫌なの、俺は。ね。あ、なんでこの判断、こんな下がるんやろうな。俺前さ、かなり、俺の動画見てくれてる人、実況見てる人分かると思うんですけど、かなり言ってるからね、指名手配ついてても、救助に行く傭兵がマジでいい傭兵って言ってることあるよね。覚えてるこれ。指名手配ついてても、救助に行く傭兵がマジでいい傭兵なんだよ。覚えといてや。まあ、義士に対して結構厳しいよね、俺なんか。義士で勝負が決まるってもね、過言ではないんだな。調光師、探光者、オフェンス、引き上げ師ですね。で今後ね、オフェンスの初心者の人のために、救助するときにこう意識するべきことをね、ちょくちょく言っていきますわ。うん、そうすると、その救助のところだけでも、ね、切り取って動画にできて、尺稼ぎになるっていう。うん、これ、ファースト救助はね、俺が行きましょうか。あ、でも、バート君が手伝うよって言うから任せるわ。うん、俺と組むとき、基本的にね、バート君がファーストで行くわ。で、義士の救助率がね、結構低いんですよね。傭兵はピカイチ。義士の救助率が結構低くて、リッパー相手と対峙した時のその救助率がね、ガクッと下がるんですよね。タコとの、まあ、その勝負はね、結構勝つ。これ切り取って使ってよな。俺、どんだけフレンドのこと、どんだけさ、バート君の理解してるかがわかるよね。切り取って使って、ええよな。
もうあのやりながらすごい分析してんの、俺。この人がこういう動きするから俺は次どうやって動こうかなってながらね。うん、使ってーよなー。